はい、皆さんこんばんは。お、設定ちょっと来すぎな。あ、大丈夫かな。はい、皆さんこんばんは。ニューシュークの室屋壮です。なんかね、困ったことに仕様の変更なんですかね。YouTube ライブの方が一般公開できないんですね、今。なんでなんですかね、あれ。いや、僕の発言がまずすぎたのか。お、ちょっと大きすぎる声が。まだ大きい。はい、これでどうですか。あ、どうでしょうか。さすがに僕の発言のせいで検閲が入ったんでしょうか。なんか散歩配信のライブ機能の一般公開がなぜかできなかったので、今日はですね、お、陰謀を暴くものは許さない。なんかなんでなんですかね、あれ。どういうこと。うん、ちょっと仕様変更なのかな。なんかね、最近 YouTube って結構不安定じゃないですか。なんで、まあニコニコもいいなと思ってたんで、ちょっとニコニコに切り替えようかなって気もちょっとあったんで、ちょっとね、今日はニコニコでやってみようかなって思います。ね、どういう仕様変更なんでしょうね。うん。で、お、今日はね、でもあれなんですよね。まあ、絵はね、資本ゼロで、できる、まあ数少ないですね、成り上がり手段なんじゃないかなと僕は思ってますっていうね。まあ、手に職だと思ってまして、絵ってね。絵の仕事は手に職だから、まあ、一度、まあ、技術を、手に入れたら、磨いたら、まあ、自分の、お、どうもどうも、こんばんは。久々ですね、こういう、ニコニコのやつね。どうなんでしょうか。なんか、ニコニコ自体も進化してて、なんか、アカウントなしで入れるようになったんですよね。これってどうなんですか、皆さん。アカなしで入れて、多分、ツイッターから、あるいはそのフェイスブックから飛んでこれるんだよね。うちのこの三面図、あ、うちのこの三面図を書きながら聞いてます。あ、そうなんだ。うちのこの三面図ということは。はいはいはい、ありがとうございます。で、まあ絵はね、手に職だと思ってますっていう話ですね。それはね、学生時代から本当にそう思っていて、なんかその、学歴っていうのかな、大学を卒業して、その学歴を使って就職をするっていうことが、僕にはよくわからなかったんですよ。ピンとこないっつうか。いや、結局それで何が測られるのとかさ、わかんないじゃないですか。もう、不確か不明瞭、で、しかもその就職先で仕事することも、なんかね、人によってはね、なんかこう、金融に行ったり、保険に行ったり、何、出版メディアわかんないけどさ、なんか学部、学科と全然関係ない仕事したりするじゃないですか。もうこれもよくわからないんですよ。はい。っていうことで僕は、なんでしょうね。例えばね、大学で勉強したことをそのまま仕事に活かしてるっていう人って、少ないと思うんですよね。で、なんかそういう、まあね、自分で不確かな不明瞭なことを、仕事にするんじゃなくて、ちゃんと自分に蓄積されていくことで、なおかつその蓄積されていけば、うん、確実にというか、まあ、しっかり、まあ、お金を稼いでいけるとか仕事にしていけるというね、ことをですね、これは大学生の時から本当考えてました。最もアニメーターとかさ、絵とかアニメなんてさ、まあなんつうのかな、こう最も不安定で最も怪しげな商売ですよね、一般から見ると。ですが僕には逆に、その自分が好きでもないこととか、そのよくわからない学歴、あるいはその就職先の、よくわからないけど上司やその会社での立ち振る舞い、社内政治とかいうよくわかんない言葉もありますけど、そういうようなものに左右されるような、人生の方が、まあ、よっぽど博打というか、なんか不安定に思えて仕方がなかったんですね。好きでもなくよくわからない学歴や派閥や、
社内政治のようなものに振り回されるような、仕事の方が、不確かで不明瞭で、自分の実力以外のもので測られたりとか、逆に実力を発揮することによって足を引っ張られたりとかっていうことが一般社会ってのはね、あるわけじゃないですか。僕そういうのね、嫌なんですよね。そう。だからそういう意味では自分が上手くなればこれ絶対確実に、まあ、活躍できる。って思ったのが割とアニメ業界かなと思ったんです。というのも、人手がないんです。なので、ある程度技術がつけば、雇わざるを得ないんですよ。人手がないから。はい。そう。お、生配信した時のコメント込みで、動画アーカイブでできるようになったとか。どういうことなんだろうね。獣道はブルーオーシャン。そうそう、みんなが怪しいと思ってる道が、実は僕には、最も、堅実な道に見えたわけです、実は。ね。であってみんなが安全だと思ってる道。まあ、例えば学校の先生とかさ、一生安泰だねってね、僕ね、教職免許一応取りましたけど、言っても僕、なんでしょう。まず自分の好きなこととかね、学校でやったらさ、まあ、首じゃないけど、今いられなくなるよね。とか、まあ、発言とかさ、あとそのモンスターペアレンツとかさ、もう自分の力でどうにもならない力が働いてるじゃないですか。まあ今だったらね、子供にマスクをさせたりとか、あとなんだっけ、オンラインやオフラインができるとかできないとかさ、あれって全部トップダウンで、自分の判断で何かしたら大問題になるわけですよ。ってことはどんどん自分のやりたいことよりも、ただ上の命令に従うだけのですね、お前らみんなロボット人間になってまうでってやつですね。なんだっけ、関西の出身じゃない、なんか、学校に行か、なんかお前ら学校に行ったらロボットになるでっていうね、これいるじゃないですか。あれはですね、子供がロボットなんじゃなくて、まあそうなんだけど、先生が割とロボットになっちゃって、自分の子、采配でできなくなっちゃうんですね。っていうのが、教職ね、取ってて、なんとなく分かったんで、これはね、危険だなって思いまして、むしろ自分で手に職で、自分の実力をどんどん身につけていくっていうような、絵の世界の方が、よっぽど僕には堅実に見えたんです、実は。周りの、世の中一般が言う、堅実というのは、すごく、氷の上っていうのかな、もうひび割れた氷の上の、まあ、虚像っていうんですかね、砂上の楼閣というか、怪しいものに僕には見えて仕方なかったんですよね。その、学生の時に見えたこの社会。で、それがですね、まあ、図らずもっていうのかな、今20年経ったね、大学卒業して、17、18年かな、経った今、まあ、絵のプロとして、アニメーターやった後、アニメ主力やってるというような今、ね。まあ、どんどんね、技術が蓄積されていく。そしてアニメ主力に切り替えてからは、絵を教えるという技術が蓄積されていく。去年よりも今年の方が教え方も絵も上手くなっていくと。っていうふうに常に自分に足し算されていくので、まあ、僕としてはですね、このどんどん技術が、積み重なっていくっていう状態がですね、まさにこう、資本が溜まっていくかのような、貯金が溜まっていく感じですね。自分の腕に貯金が溜まっていくんですよ。で、これって一度お金はなくなりますよね。お金はなくなりますが、一度身につけた腕というのは、自分の体を壊したりとか、右腕を失わない限りなくなることはないんですよ。はい。あ、ユタポンね。そうそう、ユタポンですね。確か。そう。ね。で、今時、まあ、例えばですけれど、有名な大学に行くためにはですね、実は、個人の努力以上に、親の収入というのがかなりね、影響していると言われてるわけですね。
実はこの世の中ですね、親の収入、親の、仕事コネクションが実はでかいんだよね。みんなも知ってるかな、ね、某ね広告代理店とか某ねテレビ局や某、まあ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 、みんなですね、割とね3分の2ぐらいコネ入社だったりするわけですよ。高収入を得てる人というのは、まあもちろん実力があってそこに入れた人もいるでしょうが、実はですね、親だったり、まあその親の、収入によって得られた学歴によって、実はですね、この日本というところですね、まあ階層社会に、まあ世界的にそうなんですよね、結局ね。その、その地位っていうのかな、が、まるで自由競争でみんな、自由に勝ち上がれるかのように見えて、皆さんね、言葉に出さずともですね、もう階層がもう決まっていいんじゃんみたいなね、思いませんか、結局。で、そこをですね、まあ、唯一、その逸脱できるというか、まあ、乗り越えられる、まあ、ラストチャンスじゃないですけど、逆転可能なですね、一発が僕は結構、絵描きなんじゃないかなと思ってます。で、まあ、そのアニメ主力ネット村内でにもですね、もうプロ野球選手並みに稼いでる人とか、まあ、平気にいる、まあ、プロ野球って言ってもね、トップのプロ野球じゃなくて、まあまあまあ、中ぐらいのですね、選手ぐらい稼げるね。で、しかも、年齢が関係ないんですよ。40になったら引退とかないんです。40、50、まあ60までも、自分が絵描けるまで、仕事になるんですよね。だし、実はね、一番僕でかいと思うのが、まあ、自分が嫌な仕事をしてる時って、それで稼いだお金って、その嫌な仕事で溜まったストレスに、の解消に結局使っちゃうんですよ。だから普通のね、仕事よりちょっとね、お金がもらえますと。ね、例えば25万、30万もらえますと、ちょっともらえます、普通の人より。っていう、その、まあね、だいたい、月20万円以上ね、25万、30万もらえると。5万、10万円ね、多めに稼げますと。いう、このね、分はですね、実は、自分のそのストレスの解消に、まあ、爆買いや爆食いですね。何らかの部分に、負担がかかったりするわけです、実はね。だから、気がついたら、なんか、あれって俺前よりこれ稼げる仕事してるのに気づいたら金ねえなとか、なんかないですか、そういうの。それはね、嫌な仕事してるんですよ。嫌な仕事してて、だからそれはメンタルコスパが悪いってことになるんですね。で、絵の仕事ってのは趣味と実益を兼ねているので、メンタルコスパがめちゃいいんですよ。要するに仕事がストレス解消、まあそこまでノンストレスな仕事ってのもなかなかないんですけど、絵でもね、ただ普通の仕事に比べたら、時間制限や、まあそういうね、束縛ね、なく、まあ趣味に近い、範囲で仕事ができるとすれば、そのメンタルコスパがいいっていうね、趣味と実益というかね、を兼ねてる。だから、仕事以外の時間で趣味の時間、帰ってから、うち帰ってからね、あるいは休みの日に、なんとか、その嫌な仕事時間、8時間の、なんか、取り戻そう、取り返そうってね、考えるじゃないですか。まあ、これが結構僕、無理があるなと思ってて、ね、できればですね、このね、仕事時間ね、まあ、9時、10時ぐらいから、夜の5時、6時、まあでも、この時間ってね、人生で一番いい時間だと思うんですよ。で、これは、朝の、まあ、午前中の10時から夜の、まあ、18時っていうね、この時間って一番人生でさ、人生じゃないや、一日でさ、まあ、体力、知力ね、すべてがフルで活躍する瞬間じゃないですか。それ以外の時間ってやっぱさ、まあ、さ、朝早すぎるとやっぱ脳は働かないし、夜が深すぎるとやっぱり疲れてるよね。で、これってね、人生に俺置き換えられると思うんですよ。午前中の10時から、もう一回言うとね、夕方18時ってさ、
これを人生に置き換えてみますよ。はい、朝ね、まあちょっと早めに5時6時に起きて、就寝時間がですね、まあ、12時とした場合ですよ。この時間って何かっつうと、人生で言うとですよ、まあ、18歳から、まあ、60ぐらい50代60代ぐらいまで、まあ、20代から60代ですよ。はい、人がですねやっぱり健康にというのかな、まあ、知力体力すべて備わって活躍できる時間っていうのは、時代っていうのかな、世代は20代から60代ですよね、やっぱね。これとこう、なんだろう、称号っていうのは対応すると思いません？朝のね、だから朝早朝5時6時に起きたとして、そこからね9時10時まではですね、あ、まだエンジンがかかる途中なんです。これはですね、生まれてから赤ちゃん、からですね、小中学校高校生くらいの、まあまあまあ、その子供時代っていう風にね置き換えられますよ、ね、で大人になったのが、まあ例えばね9時10時ようやく自分の脳みそが働くようになってきたっていう時間ね。でさらに、自分のね体力がちょうどね、まあ、ピークで使えるっていうのがやっぱ30代40代、そして50、まあ50代60代ってね、ちょっと、疲れてきて、まあ夕方5時6時になると若干疲れるじゃないですか。っていう風に考えたら、自分の人生の一番いいところを他人になんか使わせてんのいいのかなっていうことなんですよね。その時代に一番いいこと、楽しいことをやんないと、まあ人生もったいないよねっていう風に、まあ僕は思います。どうですか、ニコニコ仕様の感想を皆さんお聞かせください。問題なく聞こえてる音とか遅延とか画面とか、まあどっちがいいんだろうか。ただ今日は YouTube 一般公開がなぜかできないんで、あ、安定してる、安定してんだ、いいじゃんいいじゃん。じゃあこっちに切り替えるか俺ねえ、問題ないんだ、すげえ、うんうん、いいじゃないですか。ただね、この、まあまあまあ、この動画を、ダウンロードとかできんのかな、自分で後でね。ちょっと後で調べてみよう。うんうん。で、よく言うのがさ、老後に楽しめばいいじゃんとか、老後にね、大変なのは今だけだからとか言うんですよね。はい。いやーでもね、60になってから自分が楽しいことやろうって、無理ないですかねって話なんですよ。いや、その時には自分が健康でいられるかっていうと、そんな保証はないじゃないですか。そしてやっぱり、それはあれですよ。深夜、まあね、会社帰ってから頑張ろうみたいなもんですよね。会社帰ってから、今日の一日スタートだみたいなもんですよ。え、放送者は後からダウンロードできるようですが、めちゃいいじゃん。じゃあもう、ニコ生か切り替えかなんか俺 YouTube 怪しいと思ってたから、あの切り替えようかなってちょっと考えてた時期だったんですよね。ちょっと考えますよ。はい。え、これって普通の一般公開されてるんだよね、どうなのこれ。いっぱい一般公開なんでしょこれ、ちゃんと。そう、限定とかじゃないですよね。あ、ニコニコは、あ、一週間しか残らないんだ。じゃあ、僕がダウンロードしてあげればいいってことだよね。ちょっとめんどくさいっすね、それはね。はぁ、あ、はぁはぁ。で、30分しかできないの、これ。30分しかできないの、これ。なんかさ、どっかで帰らないのかな。あ、自動延長あった。OK か。オッケーか。はいはい。自動延長オンにした。はいはいはい。ありがとうございます。みんな詳しい。そう、俺見てる動画もだんだんもうに、まあまあまあ、皆さんのご想像にお任せしますね。僕の見る動画なんて。もう YouTube で見るものがなくなってきて、もやっぱニコニコですね。最近俺見てんのが。ニコニコになっちゃうんですね。あ、チャンネルじゃないけど見れてる。あ、よかったよかった。でもちょっとダウンロードがね、手間ですね、これね。うんうん。なるほど。まあじゃあ、これいけるな。
まあこれをそのまま後で、YouTube に上げてもいいしね。ちょっと面倒だな。まあまあまあいいです、いいです、はい。というね、っていう風にですね、自分の一番重要な時間を、まあ、人のために使ってませんかっていうことなんですよね。で、まあ、絵をね仕事にすると結局ですね、まあ自分の好きなタイミングでこうやって散歩配信ができ、はい、で好きな、よくわからない、まあ、いかがましいじゃないですけど、まあ、ニコニコを見れ、はい。そして、なんか、アホみたいに、なんか、分野にですね、詳しくなっていくと。はい。ね。っていうですね、精神的な、まあ、もう時間的、金銭的、精神的な独立、自立が、保てるっていうのが、僕ね、一番でかくて、やはりその、お金をですね、一箇所に依存してると、その命令に従わなきゃいけない。まして、それでね、まあ、借金っていうんですか、まあ、車や家のローンなんかを組んでたらですね、お前来月からクビなって言われるの怖いじゃないですか。だから、とりあえず言うこと聞こうかって、この、とりあえず言うこと聞いて、とりあえず今の仕事して、とりあえず、なんかこう、今の時間をやり過ごそうみたいなさ、こうとりあえずってこうネガティブなさ発想法でこう一番重要な時間を誰かに明け渡していいのかって話になるんですよね。これ僕すげえ耐えられねえなってね、もうそれはもう18歳ぐらいまでで俺いいよって思って、もうね、親のなんかね希望通りじゃないけど大学に入ってさ、ね、親の希望通りなんかこう一応教職免許取ってさ、ね、だから僕はそのお金をもらってたのは、まあ大学生までお金もらってたわけですよ、親にね。だから親の言うことちゃんと聞いてたんですよ、偉いでしょだけど、これはもう22までだなって思いました。その人の人生を送るのは22まで。で、そっからは自分のお金稼ぐようになったら、まあ好きにやらせてもらいますよと、ね、思ってましたね。どうしてもね、そういうことなんです。お金を握られてるっていうのはですね、自分の行動の自由っていうのはないわけですよ。ね。だけど、まあ、いきなり、行動の自由を得るっていうのもなかなか難しいじゃないですか。実際問題ね。だから、まあ、自分の力を十分に貯めて、ちゃんとこれやっていけるなっていうところまで、実力を貯める。で、今だったら本当に、昨日のね、散歩配信の続きになっちゃうけど、本当にね、YouTube で勉強できるんだよ、本当。ね、僕そのクリスターでほら、ね、小島くんのやつの真似、完璧に真似してるでしょ、あれ。いや、絵柄ちょっと違うし、あそこはね、僕の好みでちょっと書き直してるんだけど、全工程を全部、彼の動画のまんま再現したんですよ。ね、それだけで、別に勉強になるじゃん。てか、それが一番の勉強なんですよ。ね、だからそれを、僕の絵のね、描き方とか、ね、例えば歩きの何動画、歩きのね、中割りわかんないです、描けないですってね、言ったら、僕の、アニメ飼育と、何歩きで検索するとですね、いくらでも出てくるんで、なんか限定動画の時とか、こんな切れ方してたような気がしますよね。あ、そうなんだ、YouTube。へー。なんだろうね、一般公開させない微妙に検閲が入り始めたんだろうか。これは急いで YouTube 動画を全部サルベージしないといけないななんかね、気な臭いですよね、このご時世。本当にね、いやでもね、本当僕ちょっと思ってましたね。こんな風にYouTube ってデータをね、どんどんね、保管に使えるんですね。実は YouTube ってデータを保管できるね。だからちょっと困ったらっていうのか、迷ったらちょっとポンと置いとくということがですね、できるんですよ。ね。で、そういう自由があるという、これメリットじゃん。だから便利だなって思うでしょ？でもね、一方ですら情報盗まれてるっていう風に取れるじゃないですか。このメリットデメリットっていうのは必ずあるんです、物事。ただほど高いものはないんです。そう。そう、ほとんどの場合はただほど高いものはなく、必ず裏があるっていうふうに思って間違いないです。
はい、タダだよっつってですね、うわこれタダなんだって大喜びっていうね、手拍子で乗ったらですね、えらいことにあったりしますので、皆さんもね何とは言いませんがご注意くださいませ。はいっていうことでですね、あなんかあっちから人が来てるような気がする。ん、うわちょ子供がいた、びっくりした、クマかと思った、子供だった。ワンドライブに上げた漫画原稿をマイクロソフトに勝手に削除されたり、あそうなんだ、最近ツイッターも妙に検閲厳しいです、イラストもちょい肌色が多いだけでシャドーバンされたり、あそうなんだ、いやえらい時代ですね。うん、なんでなんかそのいつまでも今の状態があると思うなっていうのは、あの皆さん、まあ僕も思った方がいいですね。だからね本当に、まあ僕の場合だったらね、アニメ業界で仕事してるとこういう配信とかやっぱできないんですよ。そうそう、アニメ業界 にいるとね、っていうのはね、やっぱりそのお金を他人に握られてる状態っていうのは、自由な表現活動が基本的にできなくて、まして僕が例えばですけど大学の先生や専門学校の先生やってたら、こんな発言しちゃダメだよね、あそれは大学の総意ですかみたいなね言われるでしょだから何も言えなくなるんです。これがですね、昔じゃねえや、僕の好きなんですね、江川達也先生のですね、日露戦争物語っていうのに出てくる、南方熊楠っていうね、これ実在の人物ですけど、っていう、年金学者がですね、なんか、ネイチャーっていうね、科学雑誌にね、論文を出して、そして賞をもらったと、そのアジア人で、本当、なんか汚い、本当に不老者みたいな格好をしてる日本人が、なぜか、イギリスで最も権威のあると言われる姉ちゃんに、乗ったと。で、その、なんか、賞だかなんだかね、そういう会員にならないかって言われて、全部断ったっていう話があるんですよ。かっこいいと思って。これですよ。要するになんかね、人ってそういう冠をつけられると、自由な研究や発言ができなくなるんです。ね。だから、要するに権威ってね、そういうね、なんでしょうね、相手の功績を奪って、自分たちのものにするという要素が実はありまして、なのでそういうなんか大きいものとか体制とかにですね、汲み取られてしまう、汲み入れられてしまうっていうことがあります。だから僕ねアニメ私塾って名前使ってるんですね。私の塾だから勝手に自分の好きなことを発信できるということです。そう、お菓子の箱に詰めた標本を天皇陛下にそう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 よくご存知ですね。南方熊楠いいですよね。はい、っていうことがねあって、それがですね、今で言うならやっぱ絵を描いてそれを皆さんに楽しんでもらって、でそれでですね自分の生活をね営むっていうのがですね、今時の絵描きなんじゃないかなと思います。いやー、散歩配信がねこんな形でまさかニコニコに引っ越しするなんてね、考えてました。これね僕ちゃんとね2手3手先一応考えてんですよね。その時はこうする、この時はそうするっていうような一応保険を考えていて、そういう意味では今回ねこういう形でニコニコでねそのままもう、ああなんか配信できねえなみたいなあーついにこの日が来たかぐらいな感じで、じゃあ分かったよ、ニコニコでやるよってのねぐらいなもんです。だからもうニコニコに引っ越しは実はねもうある種考えていましたある意味もう、ちょっと先読んでました。はい、なんか怪しいと思ったのがね、ちょっとごめんなさいね、 YouTube のなんで散歩配信じゃなくなったか話にちょっとなっちゃうんだけど、いつだっけな、なんかね税金の何かを提出してくださいみたいな来たんですよ。で、かなりの個人情報ですよね、それって。要するに会社の、あれとかなんとかね。で、なんかじゃないと源泉、徴収、なんか3割ぐらい、源泉徴収しますみたいな。で、俺もともとね、この、YouTube のね、全体の収益なんて、一月本当数万円なんで、ね。
もういいよって別にそんななんかめんどくさいなんか書類を提出しないとなんかいいよもういいよその源泉徴収取ってくれと思ってそれで何いたんですよね。そういうのもあんのかもしれないなと思います。そういう意味ではなんかだからね、いやこれから YouTube でやってくのとかね、これから YouTuber の人とか大変なんじゃねえかなって思いますよ。なんかなんだかんだ難癖つけて多分絞り取ってくんだろうなっていうのは、ちょっとね怪しいなと思ってたところなんで、そう YouTube 怖いっしょ、うん、だからそうそうそう、ああ、活動してる国を明らかにしないとアメリカの税率になりそうですね、とかね。うん。だから、案外、ローテクなニコニコとか、なんだろうね、あとね。うん。に、ちょっとね、落ちてくっていうか、ずらしてくっていうね。いうことがですね、まあ、起きてますね。まあね、うん。そうそう、ニコニコはニコニコはですね、このコメントがバーっとね、やっぱり羅列して見れるから、いいんですよね。うん。で、あとタイムリーにこう流れてくるというこう快感がやっぱりですね、このニコニコって独特ですよね。なんですけど、やっぱりみんなが見やすいとか、展開しやすいって意味でですね、基本 YouTube でやってたんですけど、まあこういう形でこうなるんだったら、まあそれはそれでいいかなと思ってます。そう。そのぐらいですよ。うん。っていうふうに、まあまあまあね、何かにそう依存したりすると結局は危険なんだよね。で自分の、腕ね、自分の絵を描くという技術が資本になれば、それは経験値とともに資本が上がってくんですよ。自分の体が資本だと僕は思ってまして、だからこんだけ散歩配信をして、まあ体のね、その何でしょうね、まあ筋トレしたり、まあ食事は1日1を2食にしたりですね、まあ、そこまで神経質にこだわってるわけではありませんが、一応自分の体調はですね、まあ一応気をつけてます。過剰に何かをしすぎないとかね、いうことはですね、一応気にしているので、自分の体がね資本なんです。なんかみんなね結構このことを忘れてる人が多い。自分の体よりお金とか、あるいはですね、何か別のものを大事にしちゃうとですね、一番大事なのは自分の体だと思いますよ。自分の体が健康じゃないと何も楽しくなくなっちゃいますからね、基本的に。はい。なんで自分の体がね、ちゃんと守るっていうのが大事です。じゃないと、好きなこと何もできないんで、いくらお金持ってたって自分の体健康じゃなかったら何も楽しくないんで、はい。自分の体が一番の資本です。そしてそれで、まあ、絵が上手くなっていくってことによって資本が上がっていくと、自分の能力が上がっていくことによって資本が上がっていくっていうふうに僕は考えてますね。はい。その柔軟さも私塾ならではですね。大病を経験しないとその発想に至れない。あー、僕は大病したことないよ。けどね、アニメ業界いるときやっぱね、前にも話したけど、目の痙攣が止まんなかったんですよ。ピク、ピクピクってわかる？目の痙攣。あれ多分絶対自律神経失調症ですよね。なんかね、1年半か2年ぐらい、痙攣止まんなかったかも。怖くない？そう。いや、大病じゃないけど、そんなのはあったね。やっぱあれね、寝不足とかホルモン異常でしょうね。やっぱりね、朝5時とか6時に寝るっていうのを慢性的に続けてると、もうね、それ20代ずっとそんなだったわけですよ。そうすると、どこかにね、そういう支障をきたしていたんでしょうよ、結局。だからね、いや、だから僕の中で、アニメを作るっていうことと自分の体を守るっていう、ね、二つをこう、天秤でかけたときに、自分の体張るほどのアニメ作ってねえなと思って、自分でそのアニメ業界で。俺の体の方が大事だと思いました。これは本当に俺のやりたいことなのかってね。むしろ、それは自分の体を壊さないとできないことなのかというのをですね、まあ考えてですね、そうじゃなくて普通にできるんじゃないのと、ね。いうので、まあアニメ主婦っていう形に徐々にね、こうなってったわけですけどね。まあもちろん子育てとか他の要素もあるんですけどね。うん。
私も仕事忙しい時になってました。まぶたピクピク怖いよね絶対多分ね大病っていうかするサインですね。さらに慢性的なピクピクが、止まらずにずーっとやり続けたりするとまた別のところに多分異常が出てくるでしょうね、きっと。今はね、ほんとね、昔のね、8年前のアニメ集会始めた頃って前後ぐらいアニメ業界やってた頃の僕に比べてツヤ肌というか、はね、肌ツヤがいいですよ。もうもう8年前だからね、随分8年も年食ったって意味ではですね、だいぶ大きな話ですけどね。まあ、僕今ちょうどね8月で40になったんですけど、その中のね8年間ってでかいですけどね、うん、8、5、40ってことは人生の5分の1を、8、5、40いいのか、5分の1を、アニメ業界に、アニメ飼育に使ってるってことになるんですね、僕ね。すごいな、人生の5分の1俺アニメ飼育やってんのかっていう風にですね、まあ自分の守るっていうのかな。でこの絵描きのいいところはですね、やっぱりね、絵描いてる間って要するに耳は自由だから、何聞いてもいいし何勉強してもいいんですよ。でそうするとですね、絵のネタになるし世の中のこととかも分かるし、その間どんどん賢くなるんですよ。これね、悲しいことにですね、サラリーマンやってるね、友人とか知り合い見るとですね、まあ、サラリーマンをですね、こう、まあ、バケにするわけじゃないんですけど、大学生の時と変わんない人いるんですよ、これが。情報ソースが。ね。要するに大人になって、情報を更新してない人が結構多くて、おい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 ってね、お前学生の時と同じこと言ってるぞ、みたいな人がね、いるわけですよ。で、その間ですね、僕はアニメ業界で、映画を何本も見、そしてなんかそういういろんな人のなんか話を YouTube とかで、なんか見聞きして、みたいなさ、ひたすらさ、ね、こういろんな知見を得られるわけですよ、絵描きっていうのはその間。まあ、自分の興味の赴くままにですよ。ね。っていう風にしてる間に、まあ、去年と違う自分になってるっていうのかな。去年と違うこと言ってんじゃんっていうのは大事なんですよ。いや、その、まあ、筋が通ってないというか、考えそんな変えちゃダメじゃなくって、むしろ昔と同じこと、あるいは去年と全く同じこと言ってたら、お前大丈夫かって話なんです。逆ですよ。ね。自分の中で根本的にやりたいことってあんま変わんないけれど、細かい部分っていうのは常に修正して、考え方を変えて、柔軟に今の自分にベストになるように、置き換えていった方がいいわけですよ。そのためにはですね、勉強ってしなきゃいけないっつうとね、違うと思うんですけど、自分の興味の赴くままに新しい情報を常にインプットしなきゃいけないんですよ。それができるのが絵描きだ。そう。そうなんです。いいんです。一日何を聞いてもいいんです。仕事が進めばね。はい。で、それで食えればね。はい。これがね、最高なんですよ。で、その、得た、得た知識をもとに、まあ、皆さんにこのように散歩配信をしたりですね、まあ、塾生さんの、まあ、話、悩み相談じゃないけどね、アニメ業界しか知らないとか、ね、アニメーターのことしか知らないってなると、目の前の単価200円、1カット4000円、4500円の仕事っていう視点でしか物見れないわけですよ。で、その時にどうしたらいいんだろうね、君の技術やっぱり磨くべきじゃないかなーでお話終わっちゃうんですよ。でもね、技術磨いても、手のスピードは2倍3倍にならないですからね、人って。ある程度やった人が。ね。ってなると、無理なんですよ。ね。だったら、どういう風に今考えたらいいんだろうってね。いうことはですね、こう、世の中全体の今の考え方とか、今の他の、なんでしょうね。まあ、知見がないと、柔軟にアドバイスできないんですよね。別にアニメ業界にいてアニメーターやってると、君うまいね、君うまくないね、君もっと頑張ろうね、しか言えないんですよ。という一つのベクトルだけで、物事を測るようになってしまうんで、お、車が来た。お。
まあいろんなね情報を常に入れられるっていうのは大事ですね。だからアニメ業界あるいはですね出版イラスト業界、いろんななんかその業界だけではなく、なんか自分で、少しでもいいんで、本当に1万円とかでもいいです、独自に収入を得るっていう方法を、得るっていうのは結構大事かなって思いますね。さすがに YouTube ほどはなんかまだコメントが多くないような感じですけど、99人聞いてんだ。すごいですね。スペースもいいんだけど、スペースだと、録音っていうかさ、後でその記録が残らなすぎるのが、ちょっと悲しいんですよね。これ99人って結構いいよね。多分。そんなところですかね。うん。よし、じゃあ今日はこんなところで一回終わってみましょうかね。最近ですね。最近の近況を話すと、最近の近況と同じことだな。最近の話すると、今日も、ニコ生は YouTube に比べると路地裏感がありますからね。あ、そうなんだ。やっぱりね、あっちがこう、表の、道なんですね。うん。でもね、100人これ累計で聞いてくれてるっていうのは結構でかいんじゃないですかね。多分累計人数だよね、これね。100人、101人って。うん。夜9時からね、9時ぐらいかな。村限定で、今日もちょっとやりたいなと。まあ、9時かどうかちょっとね、ぴったりできるかどうかわかんないけど、やりたいと思ってます。今日斜め歩きを描こうかな。そう。クリスタをですね。続けてますよね。いや結構ねちゃんと作ができそうだなっていう、まだちょっと、デジタル作画リハビリみたいな状態ですけどね、ちゃんと機能をちゃんと自分で、定着させるためにちょっとね、でねこれがねいいのがね、ディスコードで繋いでるから、で僕よりもクリスタ詳しい人が見てくれてたりするんですよ。でこれどうやってやるんですかって言って、こういう風にやるんですよみたいな風に教えてくれんですよ、これが。そう。最高だなと思って。やっぱね、自分の手元は、まあ、恥ずかしがらずに、人に見せて、できないところは人に聞くっていうのが、一番いいなって。これは、だからまずその前に、最低限誰かのノウハウ動画をしっかり見て、で、そんで、自分で最低限、全部ゼロから教えてっていうのは、やっぱりいくらなんでも、まあ、時間の無駄です、はっきり言って。なんで、70% とか 80% まで自分で持ってってください、その分野において。ね、これはもう YouTube 見たら、あるから、ノウハウが。で、それで、7、8割まで自分を持ってったら、で、最後の1、2割っていうのはどうしても自分で持ってかなきゃいけない部分って出てくるじゃないですか。ここは人に聞く、のがいいと思いますね。っていうふうに、まあ、全部聞くんじゃなくて、一回そうやって自分で勉強して、自分でやってて、その先で分かんない時に他人に聞くっていうのがいいんじゃないかなと思います。最近模写を始めたのですが、下手っぴなりにすごく楽しいです。耳が暇なので、ラジオとか聞こうと思います。あ、いいと思います。あー、ラジオ、まあ、いいんじゃないですか、ね。もう僕もラジオ時代ありますね。伊集院光とか昔聞いてた。そう。ラジオはね、アニメ、新人原画マンになった、つうか、フリーになって外で原画やり始めて、アニメ、ジブリやめて。で、ラジオ聞いてたなぁ。深夜のね、ラジオなぁ。なんか、また、なんか、朝5時ぐらいまで、そう、やってたなぁ、みたいなね、感じになりますよね。うん。いいんじゃないですかね。うん。はい、みんなそんなところで、今日はニコニコこんなところで終わりたいと思います。初めての、てか久々のニコニコでしたけれど、ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた皆さん、どうなのかな、やり方教えてください。ちょっと、ね、村の人とか、今どういう状態なのか、まあ本当にそれは改善できないようでしたら、明日もまあこのニコニコでやりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。